9月1日金曜日今日の天気は晴れ日本放送飯田浩司のオッケー康二アップ,ーーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司ですおはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です日本放送飯田浩司のオッケー康二アップこの後8時まで生放送です 九月に入りましたね。そうですね。ね、もう残すところ九十十一十二と、うん、えー、一年の三分の二が過ぎたぞという感じになっておりますね、えー。月が変わっていろんなことがね変わるというのと、まあ九月一日というとやはり防災の人ね。うんえー まああの学校の始業式、今日だっていうところもね多いと思うんですけれども一緒に避難訓練やったりとか確かになんか2学期の最初っていうのは避難訓練から始まるっていうのが私なんかが小学校ぐらいの時はもう常識みたいになってました今はねえ結構もう今週の頭8月28日から学校スタートしてるようなんていうところも多いようなんでえまちまちなのかもしれませんけれども,も子どものですねえ今日は引き取り訓練がありますみたいなねえことがある そこでうちはあの妻もフルタイムで働いてますんで「引き取り訓練って言ってもいけないよね」みたいなね、えー、話があったりとかあと最近は今日なんかもねあのもう関東大震災から100年だと、えー、いうこともあって、まあ、あの防災についての特集各紙でやってますけれども、はい、まあこのところを言われてるのは。 帰宅困難者がたくさん出るとでこれが無理やりに帰ろうとすると将棋直しだとかいろいろ混乱が起こるからしばらくは都心にとどまるという形をやった方がいいよねとむしろそのための取り組みをこう丸の内の辺りも、ねえー、各ビルだとかで,で、ねえー、人が留まれるような備えをしたりだとかっていうのをやってるんだと、はいでまあ、その、ね、避難訓練だとか防災訓練も今日あたりいろんなところで行われますけれども、まあ、じゃあそうするとお 地元にいる子どもの面倒はどうするんだみたいな話でそうするとねあの都心でのあるいはこう都市部での人の流れ帰宅困難者をとどめておくと、はい、こういうことと合わせるとじゃあこのベッドタウンのほうでもそっちはそっちで子どもだとかは面倒を見てもらわないとっていう。 こっちの対策とかってどううななってんだろうなと東日本大震災の時などはもう親御さんが、ね、来れないというところに関しては保育園だとか学校だとかが、まあ、ある意味現場の判断としてもう返しませんと。 でえー、しばらく面倒を見ますとこういう形で、ね、やっていたというのがあるんですけれども、まあ、その辺も含めて、ね、重層的にこれは考えなきゃいけないことっていうのが多いんだなと、ねうえー、いうことが非常に分かると、まあ、そういったところも、ねえー、今日9月1日家族でもいろいろ話し合っておく必要があるんでしょうしあるいはうん隣近所とか、ねえー、知り合いで。えー ちょっとおまあ一日ね二十四時間ないし四十八時間ぐらいはというようなことをや話し合っといた方がいいんだろうなということを改めて思います。まああのー、日本放送をはじめね、えー、ラジオ各局このラジオライフラインネットワークであるとか、えー、安心情報をお伝えするということはもうこれは、えー、このメディアとしての使命だということでまああのー、この番組のね、えー、中でものちょどお。 関東大震災から100年ということで、えー、ニュースとしてもお伝えをいたしますしまたあこの後の「あなたとハッピー」の中では、えー、ラジオ各局あるいはあライフラインの、ねえー、各社をおつなぐという形のお まあ訓練というかね、えー、放送もいたしますそしてまああの番組の中でもですねこの防災についての特集というのはまあ,あ折に触れてやっていこうとこういうことで、えー、考えておりますがまあ,あ皆さんもですね、えー、こういう備えしてますよとか、うんえー、そういったこともね、えー、いろいろ寄せていただければと思いますメールでも慶子さんあび子氏の方、えー、関東大震災からちょうど100年です私の母親は、えー、その震災を経験していますと71歳の方なのでまあ親御さん の世代は、えー、関東大震災を直接経験したという世代う、えー、震災発生当時母は12歳で深川に住んでましたとああ深川というと、えー、昼前大きな揺れとともに周辺の木造家屋は倒壊、えー、母も命からがら逃げ惑ったそうです本当に怖かったと常々言っていましたと、えー、今後いつ来るか分からない南海トラフ地震は想像を絶するレベルと聞いています、えー、普段から一人一人の防災探査が大事だと思いますと、まあ、経験されている方はねな、えー、なかなか今もう 少なくなっているということでありますが私もあの死んだ じさんは伊豆でこれを経験してと、えー、伊豆のあたりだとかあの根府川とかあの辺はこう山津波が起こったというね土砂崩れが起こったというような話で国鉄がそれで、えー、飲まれて列車もおもろともということがあったんだというのを聞いたりなんかしましたまあじさんはもうあの家にいられないんで山に逃げたんだというね、えー、竹藪はあのー、根が張ってるから安全だっていうふうにまあ親父なんかから聞いてたからそこに逃げ込んだんだみたいな話をね、えー、聞いたりなんかも。 いたしましたが、まあ本当に一人一人のね防災対策改めて確認をしておく、まあそういったね、えー、日にしようじゃないかという9月1日であります。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの傾向コジアップアリスナーのあなたコメンテーター私伊達信行アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひメールやツイッターあらため X でおご参加ください。 えー、今週はコージーアップ激論ダブルコメンテーターウィーク最終日、今朝は明治大学教授経済学者飯田康之さんと、えー、前日銀審議員で現在は PWC コンサルティング合同会社チーフエコノミストの片岡剛志さんです。このの後6時10分過ぎからご登場です、えー、まずは来年度の税制改正について で概算要求が締め切られましたそれからあニュース7時またぎのゾーンはアメリカの個人消費、えー、あるいは物価指数も出てきたということでありますそしておはようニュースネットワークのゾーン、えー、総合西部うーん池袋本店は昨日はストであったということでありますが、えー、投資ファンドへの売却が決定をしたというニュースそして最低賃金、えー、さらには え中国の水産物、日本産の水産物の全面禁輸について、えー、そして東日本あごめんなさい、関東大震災から100年という防災の備えもスクープアップで取り上げてまいります。いただいたオピニオンこの後ご紹介します。本音のオピニオンをお待ちしています。 えー、この時間からコメンテーターの方々ご登場です今朝は明治大学教授経済学者飯田康之さんと、えー、前日銀審議員で PWC コンサルティング合同会社チーフエコノミスト片岡剛志さんですお二方おはようございますおはようございます,よ,いますよろしくお願いいたします,ししますさあ月が変わって9月1日ということでまあ行政の世界で言うと来年度予算の概算要求が、うんえー 昨日で締め切りとなったということで、まあ、各省庁税制改正要望も含めて提出をしたんだと、うん、で見出しに取ったのは来年度の税制改正について経済産業省が賃上げ税制延長拡充を要望ということが出てまいりました。うんえー、まあ これねあの賃上げ、大事だ、大事だっていうふうに言われますけれどもお飯田さん、今現状って、うん、あるいは来年って上がっていくもんですか、まあ、あの現実に今、人手不足顕著になっていますので、はいえーま、単純労働については、ま、給料を上げる以外の方法で人手確保できなくなってきています。なので、えー、比較的単純労働 とということはまあ給料としては現状今あんまり高くないところは上がりやすいんですけれどもえ中間層については正直、上げなくて済むんだったら別に税制をどう優遇しようがえ上げなくて済むんだったら企業ってのは上げないんですね。実際日本のおまあえ中間層 まあ、いわゆるサラリーマン層って言ったらいいのかもしれませんが、はいえー、なかなかの企業間移動しないのでうん逃げないんだったら別にそこに、ね、給料を高くする必要もない、はいえー、これは、ね、各社あみんな思ってると思うんですよね。うーん これ加藤さん、アベノミクスが始まった当初からこの賃上げっていうものが最後の一ピースなんだと、ここがなかなかはまらないっていう、ずっとこの減税だとかなんとかっていうのもやってきたけど、なかなか動かったですよね、企業はねただ、の今年の日本経済のキーワードって、私は30年ぶりだと思ってるんですけど、それはどういうことかというと、株価、それから雇用、設備投資。 えこういったところっていうのは30年ぶりの改善っていうのを今示してるんですね。特に、はい あの名目 GDP に代表されるような名目の指数の改善っていうのがこれが顕著になってきていると、うん、でそこの中でまさに今飯田さんがおっしゃった足りないピースっていうのがあってですね、はい、それが生産と消費なんですんであの足元の消費っていうのはこれはあの夏場のえまあ猛暑効果とかないしはまあイベントを久しぶりにまあコロナ禍以降ですね4年ぶりにやりますみたいなケースもあってまあ多少その こう改善の方向になっているんですがただ、いかんせん物価高に負けそうな感じになっているとう<ー>でこうした中でやっぱり賃金の拡大というものを政策面で後押しするということが大事なんですよね<ー>ですから、確かに従来ですとまあなんか物価も上がる雰囲気もなく賃上げをする余地も全くないと<ー>だからそういう状況の中で政府がいろいろやってもまあ,あんまり意味ないよねっていう状況だったんですけど<ー> <はい S 2> 今こそそういうサポートをしないとこの 物価上昇と所得上昇っていう好循環っていうのがう、えー、生まれないと、で物価上昇は起こってきてるので、はい、ですからこういった話をこういかに政策的にサポートするかっていうのが今は重要だと、そういうことは思っていましろくの,の GDP なんか見ても、ね、うん、国内の需要であったりとか、うん、個人消費の部分っていうのがむしろ引い込んじゃってるっていうようなね今回の四てのますよね。うん ほぼ輸入の減少だけで説明がついてしまう数字で一方、国内消費はちょっと、まあ、失速というよりもむしろちょっと落ちてる感じすら、うんはい、する状況です。うんうん、でそれが買い控えとか物価上昇 に備えた動きなのか、うんえー、それとも、まあ、やはりですね賃金伸びていかないのでそもそも消費は抑えておこうという空気感にプラス、うん、やはりコロナで発生した行動変容を、うん、まあ行動パターンの変化、うん、こういったところが重なっている部分はあると思いますうーんあの飯田先生おっしゃるような側面あると思うんですよね。はい、ただあのちょうど昨日ですねあ、ええ、あのまあ えー、商品の実態調査。 のあの最新値のデータが出てんです、まあ、7月のデータが出てるんですけど、これ、ある意味、ボーナスを中心とした所得の拡大、<ー>それからさっき申し上げたイベント需要、はい、まあそういうところを反映して、ある意味、小売りの売り上げとか、うん、まあこういったものっていうのは、6月ぐらいまでは横ばいないしはちょっと下落基調だったものが、少し盛り返してるんですよね。<ー>で、一部確かに物価の影響もあるんですけれども、はい、ただ、物価の動向を除いた実質で見てもです、ね、多少増加基調に戻ってきてるので、 まあこれがそのえ一過性なのか、うんはい、一過性じゃないのか<う>でむしろそういう意味で非常に微妙なんです <coughs> あの一過性だとすると所得引き上げましょうっていう政府の後押しが必要だし、うんはい、むしろそれをやった方がよりこう 所得と物価上昇の好循環につながりやすい,というそういうことなんだと思うんですよねお二方に伺いたいのはこれがその放っておいても上がっていくのかそれともやっぱり政策的な後押しがないとダメなのかどう思われますかまああの政策的な後押しが何を意味するかによりますけれども、はい、やはりあのしっかりとした人手不足環境 っていうのを維持するっていうのがやはりこの大元があればだんだんと時間を追うにつれて例えば一つは企業は こんななに賃金が上が上りそうな状況またそもそも募集かけても人集まらないっていう状況なので省力化のための投資をしないといけないっていう風になったりでやっぱりそれはあのしっかりとした待遇の正社員で人手を確保しなければいけないそのためには給料を上げなきゃいけないなので大元はあの人手不足を維持する景気水準であること。で それ以外の例えば、はい、賃上げ税制とかはあらま保しというかあったらそれはそれで助かると思いますけどでも,も根本の人手不足がなければもう何やっても効かない。うんうん と思いますね、うんうん。あの広い意味で、はい、その人手不足感が続くっていうのはこれは日本経済の中長期のトレンドとしてはあると思うんですよね。うん、でただまあやや心配な点をあえて申し上げるとですね。はい、あの昨日ちょうど労働力調査が出ていて、えー、でまあ雇用の状況っていうのが出てるんですが、うん、あの失業率はまあ2%台半ばではあるんだけれどもやや上昇していると。うんうん、それから有効求人倍率も少し まあちょっとではありますが低下傾向、うん、で失業者の中で気になるのがですね、はい、その以前ですとまあ人手不足で貼り付けないないしはえ新しい仕事を見つけようとしてるから失業してると、うん、そういう方が失業者の代表的なえ内訳としてあったんですけど、はい、最近増えてきてるのが非自発的なな失業なんですよね<ー>だからまあこれがその一過性のものであればいいんですけど、はい、そのなんか嫌な兆候につながらなければいいなっていうのが、うんうん 僕は個人的に心配していることですあと<ー>賃金と所得の好循環が生まれるためには、はい、やはり足元の物価が2%超をずっと維持し続けるっていうことがうん、うん、これが非常に重要でこうした状況になると企業はある意味物価上昇を見ながら賃上げを来年もやろうっていうそういう形になるので、うん、政府としてはやっぱりそういう状態先ほど飯田先生おっしゃったその、はい、人手不足感をこう維持するとか そういうことも加えて、ですねやっぱり物価上昇っていうのをしっかり維持して、で来年以降のこう賃上げ上昇につなげると、そうすると自律的に経済は動いていくのかなっていう気がしますけどねうんあの。加藤家さんにまた重ねて質問で申し訳ないんですけど、はい、日本銀行の、うんまあ、物価の見通しですと、はいはい、来年度以降、2%,、うん、まあ2切るんじゃないかっていう見通しで動いている。これはやはやり、まあ 足元は、うん、あちょっとその、ね、ウクライナ以降の、ねうんうん、情勢でちょっと跳ね上がって、うん、まだそれ前年同月比で見てるので、まあ、随分物価上昇率が高いかのように言い続けてますけれども。うんうん これやっぱりこれ年をまたは今年後半ぐらいから明確に減速っていうふうに読んでいるエコノミストが多い全体感として多いですね、ただ僕はどちらかというとそうというよりかはむしろもうちょっと物価上がりそうだなっていうふうに思っていて、はい、でなので逆に言うとそういう状況だからこそこう物価上昇に負けない需要環境所得環境っていうのをしっかり作るべきだと。 でそれに、まあ、政府も含めてコ、はい、ミットしていくべきなんじゃないかなっていうふうに思うんですよねうんやっぱりそう考えるとその物価の上昇のトレンドっていうのは外的な要因というかうまあコストプッシュの部分が大きいってことですすかそれはあります徐々に例えば、直近の消費者物価指数見るとあのいわゆるサービスの価格もちょっとずつ動くようになってきているちょっと前まではもうこれ完全にコストプッシュですよって言っていたんですけれども。 そのコスト面以外の部分でもやはり ある意味広い意味ではコストなのかつまり賃金上昇に対応して人手不足に対応しての値上げっていうのも出てきてはいますね国内的な要因で最近やっぱりこう消費者物価指数構成品目で見ると、うん、10%以上の価格上昇を示す品目って多くなってるんですよ、うん、でその内訳っていうのがいろいろ多様なんですよね家電製品もそうだし先ほど飯田先生おしたサービスとか、ええ、そういったところ、まあ、保険料とかこういったものも上がっていてでこれがじゃあ来月 ついこう大幅にその価格上昇率が減速するかっていうと、うん、そういうわけでは実はない、うん、だからコストプッシュ要因がメインだとしてもなかなかすぐに物価がじゃあいきなりぐんぐん下がっていくかって言うとあんまりそういう感じじゃないですね、うん、だから8月の東京特務の物価を見てもですねヘッドラインの物価はちょっと下がるけれどもコアベースの物価っていうのはむしろ7月よりも上がりそうだとコアベースだからエネルギーとか生成とか除いた方はね方はだからあのやっぱり あのでどちらかっていうとまあ中銀が見るよりも高めに見た方が、はい、僕は予さげかなっていう<ー>こう<ー> <laughs> 感じがしてます。なるほど。<laughs> まあそうすると庶民としては何とか過処分所得を残すためには賃金上がるか、うん、税金下がるかぐらいしてくんないとね。そうとですね <laughs>、えー。お二方には八時までお付き合いいただきます今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いしますよし。よろしくお願いします。 ここが気になるのコーナーナまずは速報ですがあ共同通信によりますとアメリカの大手格付け会社ムーディーズ・インベスターズ・サービスは31日経営内に陥っている中国不動産大手碧桂園の格付けをデフォルト債務不履行の可能性を示す CA に引き下げました、まあ、デフォルト開始に向けて債権、えー、者と交渉を進めているそうですが資金繰りは厳しく危機は一段と深刻になっているということであります。まあ、あの中国高台もそうですし この平地経もということで、うん。<laughs> 中国のこの不動産は非常にまずい状況ですか、はい、あの特にですね碧桂園の場合、恒大、うんまあ、はですねビジネスの方法が派手なので、はいえー、プロスポーツにガンガン投資してみたりあ<ー>あの何か最大手のようなイメージで報道されていますけれども経営規模としては碧桂園の方がよほどに大きい、うんでえー、さらに恒大の場合はあ、まあ、一部やはりちょっと乱暴なあ融資と開発、うん、のス、はい スキームだったんですが、うん、壁経営については、うん、そんな極端な投機的なビジネスをやってたわけじゃないんですね、うん、なのでこれはまあ中国全土での不動産マーケット特にマンション開発の停滞 っってていいうののがはっきり現れてるんじゃないのかなかと最大手でそんなに特殊なことをやってたところではないのに、はい、これだけの経営危機状態、うん、でデフォルトの可能性を示すなんですけれども債務の、えー、返済スケジュール、ええええ、つまりちょっと待ってねとか金利の払いはちょっと半額にしてねとかっていう、うん、これも 一種のデフォルトだというふうにみなされるのでまあこれ広い意味ではもうデフォルトは決まってるって っって言った方がいいいかもしれない <laughs> 格付けが現実を追っかけて,い感て, <laughs> かけてる感じの、はいうん、でもこれねそうやって不動産の価格が下落して信用の不安が陥って、うん、そして若年層の失業率も高くなってるとなんだかあの90年代の日本と同じような、うんまあ、日本化か,かみたいなね、えー、あの現象としては、まあ、そういう流れっていうのも非常に懸念されるところであると思うんですよね。うん、まあただ あの中国の場合ってまあ住宅投資もそうなんですけど全体的にやっぱり投資の比重が多すぎるんですよね。GDP に占める投資の割合って大体4割ぐらいだと思うんですけどまあ先進国大体2割ぐらいで,で,であの中国経済がいわゆる先進国化していく状況になるということを考えればまあ投資の比重が4割も高い経済っていうのはこれものすごい生産をしないと。 追っつかないわけですよねこれまでうまく生産をしてそれをその需要してくれる人がいたから回っていたんですけど、はい、やっぱりそういう流れっていうのが、まあ、だんだん飛んだしてきて結果的にその、まあ、物が余って物価が下がると。 そういう状況ってね、やっぱり今起こってることなんだと思うんですよね。うん、だからまあこれをその、えー、なんか抑えるつけるあの抑制するにはやっぱりこう徐々に徐々にまああのなん,んですかね余ってる状態を削減するしかなくて、だから結果的になかなかこうすぐにまた高成長みたいな、うん、そういう絵っていうのはもう無理だなっていう感じですね。うん まあ今までは外に、ね、需要家がいたけれどもそれを中に求めようとすると、うん、まずダブついたものをまあ特に今、分断の時代と言われていてそうですね、えー、うん外に求めるわけにもいかないというところになっております。うんえー、ここが気になるでした あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップ、えー、今週はダブルコメンテーターウィーク今朝は明治大学教授で経済学者飯田泰之さんと、えー、前日銀審議員で現在は PWC コンサルティングチーフエコノミストの片岡剛志さんですお二方引き続きよろしくお願いします えー、さて、株と顔戦の動きをお伝えしておきます。現地三十一日のニューヨーク株式市場。ダウ平均株価は、前の日と比べ、百六十八ドル三十三セント安い。三万四千七百二十一ドル九十一セントで取引を終えました。 ハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は15.66ポイント上がって1万4000三び34.97でした一方円相場は1ドル =145 円50銭付近で取引されております、えー、翌日に雇用統計の発表を控えて様子見ムード5営業日ぶり反落であったということです、うん、アメリカのこの雇用っていうのは堅調というふうに言われますが。 堅調なんですよね,ね。よねあの、これはもう、あの、角川さんとも、以前お話したこともありますが、あの。<laughs> はい、これだけ金利を上げてるのに、うん、なぜ経済がこんなに強いのかと。うんうん、これはね、まあ、正直謎なんですけれども。うんまあ、もいや、ですから、あの、利上げしても景気が。 悪化しないとむしろそのまあ底堅くこう推移してるみたいな話になるとじゃあ利上げは何だったんだろうかっていうそういう話にもなりかねないんですよねだからまあこれある意味,ある意味こうタイムラグを通じて聞くみたいなそういう言い方もありえると思うんですがえまあそういう理屈がどこまで通じるのかなっていうそういうい目で僕自身は見てますね、はい、その一方でやっぱりちょっとアメリカ経済の中で消費と投資 投資にに別々で動ききがが出てきていいるんじゃないかとで、えー、消費がね、はい、本当に顕著なんですよ<ー>、えー、ただその一方でやはり金利が上がってくると、うん、研究開発投資、うん、あとはベンチャーキャピタル投資、えー、つまり次世代の新しい、あのー、会社を作っていこうっていう動きが停滞する、はい、とこれはあの足元で景気はいいかもしれないんですが。えー、5年後 またもっと先かもしれないのアメリカ経済にとってポジティブなのかどうか。 消費は、ねまあ、使っちゃったら終わりですけれども、うんはい、おそういった投資は5年後、10年後に影響するので、うん、ちょっと注目しておきたいですよねなみにですがあの足元のですね、はい、その設備投資の先行資料である、まあ、耐久材受注、うんはい、これっていうのは7月の動きっていうのはです、ね、非常に弱いんですよ。ですから、うん、あのアメリカ経済四六以降の動きということでいうと、はいまあ、7月、まあ、初旬のラップの設備投資の動きっていうのは、まあ、低調 ななスタートでで始まってるなと、うん、そういうい印象ですねあとまあ雇用に関して申し上げるとその失業率が3%台半ばで安定している一方でえまあ求人の度合いですよね、うん、これっていうのがまあ通常ですとその求人が減って失業率は上がるっていう感じで逆相関になるはずなのにその失業率は定位安定。 で求人だけ減ってるっていう、うんで、その中で物価が安定化してきてるっていう、<ー>そういうです、ね、非常にこう不思議な状況っていうのが、はい、今、アメリカで起こっていて、ですね、はい、であのこれが一つのパズルなんですよね、だからそれと金融政策との兼ね合いみたいなところが、これがなんか今までとちょっと違うなっていう、うそういう展開ですかねさあそんな中で、アメリカの足元の支出のに関して、こんなニュースです。 アメリカの個人消費支出の物価指数7月は前年比3.3%の上昇アメリカ商務省が8月31日に発表した7月の PCE 個人消費支出の物価指数は前の年の同じ月と比べて3.3%上昇となりましたただ前の月6月と比べると0.2%の上昇伸びは前の月から横ばいだったということです ただ出に関ししててはこううででであるると言い出されるんですかうん,そうなんですすそなちょっとやはりですね、うん、アメリカの消費ってもともと大変分かりやすい動きで、うん、減税すると増えて増税すると減るみたいな、うん、大変分かりやすい動きで知られているんですけれども今回の場合はやはりここまで金利が上がっても、うん 何かちょっと消費、うん、中でもサービスの消費が本当に動かないというかうです、ねうん、非常に底堅いんですよね、だからそれが価格についても言えて、ちょうどあの PC デフレーターが出ていますけれども、はい、あのいわゆる在、えーうん、耐久財でないもの、うん、えまあそれと耐久財、うん、サービスっていう形で、大まかに価格指数を分けるとですね、はい、そうすると、いわゆる在の価格っていうのは、もうすでにその2021年。 物価が大幅に上がり始める前の水準に戻ってるんです伸びとしては。<ー>だからまあゼロパーセント金棒とか一パーセント未満みたいな<ー>そういった価格上昇率になってんですが、はい、サービスだけが伊沢先生おっしゃったように全然下がらない。でこれがある意味その PC レーター全体のその高止まりにつながっていると。 えー、なのでその、まあ、4%台みたいなそういう話につながっているってことなんですよね<ー>でそれと密接につながっているのが雇用特に求人の動向だから求人の動向とサービス価格それが全体の物価っていう感じでつながっていると、はいえー、で求人の動向っていうのがだん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 下がってきてるので、はい、だからサービス価格もまあ、えー、高止まりしているとはいえやや下がりつつありでそれが結果として PC デフレーターの、えー、下落に えつながると。<ー>ただ2%からまだ遠いと。うそういう状況。そう。例えばまあ,あ耐久消費財まあ一番わかりやすいのは自動車だと0.5%低下。 <あ>うん、むしろ低下という数字が出てきていると。うん、でサービスは5.2%上昇、うんうん、という、うん、すごくちぐはぐなあの非常にまた先状態その辺りアメリカあそして世界の経済について支持をまたいで続いていきます日本放送です。 おおおき,きよよろろししししくく願願いいまますすアメリカの経済の状況について、まあ、指標を交えながらお話をいただいております、うん、で、えー、財、まあ、耐久財などはもう価格というかデフレた下落基調にあるのに、うん、サービスは価格も伸びるし、うん、求人もまあさほど下がってこないこれあのサービスの部分って、うん、まあ,ある意味こうフレキシブルに雇用を吸収したりとかっていうセクターじゃないですか。うんはいうん なのにこっちがむしろ高止まりしてコストを上げられる状況にあるっていうのはこれ、どうなんですか、うん、全体として景気はいいってことなんですか あ,あの景気は間違いなくアメリカはいいですでこれあのコ,ロナかコロナ明けすぐから言われていたんですが、はい、今回のアメリカの景気拡大は比較的所得が低い層ほど給料の上昇が顕著なんですよ。うんうん、で逆に高所得者層は上がってないか、うんはい、なんならむしろちょっとさあの下がってるっていう業界もあるんですね。 ですから今回のコロナ明けの景気拡大でアメリカはちょっとお格差が縮んだっていうふうに言えるのかもしれない。うん、なるほどお でまあ、アメリカ、そういう状況でいると、うん、で今度、ヨーロッパを見ると、ヨーロッパは結構、インフレがきつくて、ひいひいってるみたいな話で、でね、ドイツは減税するみたいな話まで出てきまし世界経済全体感で言うと、はい、あの全体的に成長率がこう低下基調になっているんですよね。うん 他方で、えー、世界経済の全体を担っているのはアメリカ、はい、で、アメリカ頼み、利上げしてるのに、うん、みたいな、そういう構図なんですよ、で、欧州というのは、これは、まあ、GDP 成長率もですね、2四半期連続でゼロ金傍で、まあ、テクニカルリセッションかなと思われるような景気の状況で、うんうん、特に悪いのがドイツと、いいそういう状態なんですよね。はいうん、ですから、まあ、ドイツってある意味その 中国経済の需要拡大を起点にした輸出の増加と、それからまあえ同じヨーロッパの諸国と比べるとですね比較的人件費が安いと、そういった状況で国内経済を盛り上げるっていう、この2つのエンジンでえ成長してたわけですが、今、足元でその両方がえまあそういう。 こうエンジンジになれなりえなくっってきててきしまっていると中国状況悪いですし、はい、それから、まあえー、欧州の状況を見ると、はい、まあ特にロシアの依存度がエネルギー強いので、価格が上昇して、でそれが家計を圧迫すると、そういう状態になっていて、まあ本当の意味でスタグフレーション的な状態になってしまっていると。うん 不景気の中でインフレが起こっているとどういうところですね。これに対する処方箋っていうのがあんま見当たらないんですか。まあですからあのねあの昨日とかでも話題になってましたが減税とかですねそういう話をやるっていう話になってるわけですよね。向こう数年で5兆円ぐらい減税をするんだとここはドイツを見習いみたいなことがなかなか出てこないですね。まあただ5兆円ですからねあのドイツの経済規模日本のまあだいたい7割8割ぐらいで5兆円ってことは日本でいうと 67兆円の経済対策を数年間で行うっていう話ですから、うんうん、あまあなるほどですすよ確かにそうですねやはりドイツはもともと中国とロシアへの依存を進めることでヨーロッパの中で優位に立っていた、まあ、この戦略がここ数年で全部大外しになったわけですよね。うんはい、じゃあどうやってこれから エネルギーの問題を立て直していくのかっていう時に日本の場合はあまあしっかりと火力を動かしそして原発の再稼働なんですがなまじ脱炭素を掲げてしまってでロシア産天然ガスで生産活動だったので。うんうん それをどうドイツが脱却できるのかがポイントになると思います、はいうんうん、今になって火力発電所を動かそうとしたりとかね、うん、そうしてるけれども、うん、してるけれども、うんうん、やっぱり国内では原発であり、うん、火力への風当たり強いとか強いように政府も一生懸命旗振ってきちゃったんでどう転換するのかなと思う面白いあれですよね。 供給がロシアとかからできないと、うん、そういう状況になっているのでですから逆に天然ガスとか原油とかそういったところの価格もこう下げ止まり方向になっちゃうんですね。うんうん、でアメリカ経済も意外と 調子がいいよねと、はい、そういう話になるとこれもエネルギーの価格が上がりやすい要素になるので、うん、ですから一筋縄で一本上子に下がるっていうわけではなくてむしろエネルギー価格においてもこう行ったり来たりしながらの展開になりがちだよねっていう。 話になると思うんですよねで特にヨーロッパ経済にとってみると冬場の気候が、はい、これがまた、えー、一つのネックなんですよ<ー>ですから暖冬であればいいんですけど暖冬もいいかどうかっていう問題はありますが特にそのエネルギー価格にとってみると、えーまあ、厳しい冬になればなるほど需要がっていう話になるのでうーん、えー、アメリカそしてヨーロッパと世界経済を見てまいりました。 ここでポッドキャスト YouTube でお聴きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田ーチの「OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りニュースの予定やコメンテーターのラインナップをご紹介しています後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー 今月はジャーナリストの有本香里さんとジャーナリストの桂木奈美さんに登場いただき安全保障問題について掘り下げてお送りします週末もぜひチェックしてくださいおはようニュースネットワーク取り上げるニュースまずはこちらですそごう・ソ西部、アメリカの投資ファンドへの売却が決定 セブンアイ・ホールディングスは昨日、三傘下の百貨店ソゴー西部をアメリカの投資ファンドへきょう9月1日付で売却することを正式発表しました。 一方、そご西部の労働組合は売却で雇用が維持されない恐れがあると反発し昨日は池袋の西部本店でストライキを実施全館が臨時休業となりました大手百貨店のストライキは1962年の阪神百貨店以来61年ぶりととのことです、えー、アメリカの投資ファンドフォートレス・インベストメント・グループへの売却を決めたということストの最中にもうやったと。 うん、そうあのこのねストの百貨店のストってこういう感じなんだと思ったのがええこれあの池袋西部をご存知の方は分かるかと思いますが、うん、広い壁面に、はい、例えばあの夏のなんとかフェアとか秋の大北海道展とかっていうのがダーって下がってるのが一切ないんですよね。<laughs> ああいう垂れ幕が全部撤去されちゃうというか。うん<ー>なんか不思議な光景だなと、あの。これ、まあ、本当に、なんていうか、あの。まあ、ちょっと珍しいものを見たなという感じだったりしますけれども。非、えー、日,日常な感じ、ね。日,日常な感じですよね。<ー>うーん。 まあ片子さん、これね、はい、61年ぶりのストだったということですけど、うん、やっぱりこのセブンアインの進め方も含めて、こういろいろあったんですかね、うん、そうですね、まあいろいろあの三者三様ね、はい、あの言い分はあると思うんですよ、はい、まあただ、あの私自身、そのなんていうんですかね、こういった形で何かこう文句があった場合に、うん、しっかりその労働者の側が声を上げていくっていうことは大事だと思うんですよね。はいうん、で あのこれまで、ですね例えばまあ日本経済停滞の中で賃金全然上がらなかったわけですけど、はい、それについてもですねその表だった形で労働者が文句を言うみたいなことって、うん、やっぱりあんまりなかった気がするんですね、うん、ですからまあむしろ雇用状態のえまあそういうことを声を上げると。 自分の首を切られるんじゃないかと、そういう感じ、ないしは雇用条件悪くても働かないと食えないので、やむなく働かざるを得ないみたいな、ブラック企業みたいな、そういう話がありましたけれども、むしろそういう形で抑圧されていたわけですよね、だから今、だんだん人手不足もあって、働く側の地位っていうのが向上してきていて、むしろバーゲニングポジションというか、パワーが上がっていると、だからそういう中では、やっぱりこうした形で何か文句あったら、 こう声上げていくってことは、僕は大事かなって気がします。いや、確かになんかね、労使協調といえば、これは聞こえ良かったですけれども。結局正社員雇用を維持する、そのためには賃金を下げるのも、飲めっていうのが。もうここ三十年ぐらいは、それが常識みたいになってきたわけですもんね。そうです、そうです。だから、それが前提になっていたので、だから所得も増えない、で経済のパイが増えない。っていう悪循環にやっぱり陥ってたわけですよね。その一方で、やはりですね。 これかつてからこの百貨店という業態は大きく変わらざるを得ない岐路にあったんですね、えー、つまりはネット通販等増えてくるとショール,ョー,ルーミングと呼ばれる現象百貨店行くんですよ、はい、見るんですよ、うん、見たものをネットで買うっていう、うん、そこでは買わない下手したらそこであのスマホで買うかもしれないですけれどもっていう状態なので、えー、どんどんそのえー 百貨店そのものの利座屋が確保できなくなってきたんですねで、そういう中で各百貨店むしろですね、テナント賃貸業に注力するようになっていきますつまりは例えばハイブランドまたはミディアムブランドもショールーミングの言葉じゃないですがショールームは必要なんですよね なるほど。商品見せるところはそうなんです。そこで全然買わなくても、はい、ブランドメーカー側としては別にネットで買っていただいて結構なんですよ。あ,<ー>あの百貨店としては困っちゃう。だからむしろ店舗の責任をブランド王の側に投げるっていう業態になった。そうすると何が起きるか、百貨店本体の社員というのが。 極限までで減らせるんですよねある意味テナントの管理だけすりゃいいってことになっちゃう,す、ね、そうなんですですからバックヤード、うん、建物の管理をするバックヤード部門は必要なんですけれども、うんはい、いわゆるそのかつての百貨店のように百貨店の西部だったら西部の従業員さんがいてっていう店の作りじゃなくなって。 で,いくとでその改革をやるにあたってセブンアイ・ホールディングスは自分のところでやるよりは、えー、よそのところに売却をすることを通じて。 えー、そこでまあ、えー、まあ、おそらくこれはリ大リストラになると思います。<ー>えー、だからこそ労働組合としては、反発するわけなんですが。なかなかこれ、この後も、はい、続く問題が。うん、これ、あの、フォートレスは、連携先としてヨドバシホールディングスを選んでます。家電量販店、なわけです。で、そうするとヨドバシ側は、当然そのヨドバシの、うん、まあ、あの。 業業態っていうののを一部その百貨店の中で営業したいわけですねしかしそうすると西武デパートに入っているハイブランドのグループとしてはやっぱり七んだかんだでデパートって特別感があるからえいいけれどもそこが家電量販店であったり最近増えてるのは100円ショップ特価が入っちゃってると。 果たしてそれは本当にデパートらしさというのを維持できるんだろうかっていうところですで、うんうん、に入っているテナントともこれからあかなり好評になっていくんだろうなと思います、まあ、一部ブランドの中には、ね、もう明確に反対しているというところもあるという、ねうん、報道もありますすで、うん、では続いてこちらのニュースです、うん、最低賃金2030年代半ばに時給1500円へ岸田総理が表明。 政府は昨日新しい資本主義実現会議を開き賃上げの流れを来年以降も維持していくための方策について議論を始めました岸田総理は最低賃金の新たな目標として2030年代半ばまでに全国平均が1500円になることを目指すと述べております まあ、今年度、4桁に初めて乗ったということでありましたが、はいはい、さらに1.5倍にういうと、うん、そうですね、まあ、これ、なかなかね、あのはい、無理筋というか、ですねあのかなりこう高めの球を投げたなっていう印象です、岸田さんとしては、これは高めの球を投げてるんですけど、はい、これ、実際実行するのは中小企業なんですよね、そこがポイントで、うん、まあむしろ政府としてできること。 っていう話に実はコミットしていないっていうのがこれが、まあ、の僕自身あの感じたことなんですよで例えば岸田さんとしてできることっていうのは可処分所得を増やすとか、はい、っていうのはこれは、えー、減税とかそういった話をすればできるので。うんうんうん これはででき得る目標なんですよね、えー、他方で、あのまあ、中小企業がメインだとすると、はい、そうそう価格転嫁を、うんえー、進めるとか、うん、ないしは、えー、中小企業の生産性を上げるとか、そういうサポートみたいな話は政府ができそう、はい、だけど、まあ、その結果として利益が上がって、最低賃金を上げられるかどうかっていうのは、これは中小企業の問題なので、うん、だからそこと、やっぱりしっかり分ける必要があるのかなっていう気がしますこうやって旗だけ振ってもね、うん、という。 のあれですよね、他人に目標を立てるのは大得意ですよね、はい、岸田首相。他人に目標を立てるのは、<laughs> 自分の行動じゃなくて、他人の。 行動にはいいろろ目標あともう一つねポイントは遠い将来のことはすぐ約束するんですよ岸田首相はこれも10年以上先ですもんね2030年はまあここまで岸田首相ってことはないでしょうからあと10年以上経政史上最長の政権になる子育てとかもそうでしたけれどもそうですねあとやっぱり物価高に対してどういうスタンスを持つのかっていうことなんですねだから所得上げないといけないっていうふうに政府として言うっていうのは大事だと思う ですけど、はい、とはいええー、それを最低賃金引き上げという形で言うのかっていうのが、うん、あの引っっかかるなっていうことなんだと思います、ね、これしかもこの目標が、ねうん、本当に実現するとなったら、えー、じゃあもう向こう10年15年はコスト結構かかるよな、うん、これでうちあと1人雇えるかなみたいなふうに考えるときにかえって雇用に悪影響を与えたりしないもんですかただですね,ね、えー、実際のところ最低賃金で、えー、労働する。 労働に従事する方って、まあ、単純化すると<ー>中年ぐらいの配偶者のある女性、えー、っていうとねすごく持って回った言い方なんですけど、はい、昔々の言い方でいうと、えーえー、お主婦ののパート、えート、はい、ようななイメージーん,なんですで、えー、産業としてはサービス産業中でも飲食と小売りが中心なんですね。はい っていうふうふになるとおむしろお、まあ、本来であれば最低賃金を上げることによって、うん、えその雇用を機械化していかなければいけないと、うん、ただでさえ日本はあのこれから人手は足りなくなっていきますですから、えー、賃上げまたは、うん、あこういった賃金の引き上げによって機械化を促進するっていう視点が必要かもしれないですね。うん えー、この時間、井田康さん、片岡浩志さんとお送りしてまいりました、日本総動機の方、この後もお二方にお付き合いいただきます続いて、教えてニュースキーワードです。中国の全面禁輸を受け、岸田総理が水産業者支援を表明。 岸田総理大臣は昨日東京電力福島第一原発処理水の海洋放出をめぐって中国が日本産の水産物の輸入を全面的に停止したことを受け水産事業者向けの支援事業を創設すると表明しました国内消費の拡大や輸出先の転換対策など5本柱の政策支援パッケージを来週初めまでに取りまとめるよう関係閣僚に指示したということで中国向け輸出の多いホタテなどの支援 源が念頭にあるとみられております。まあこのところ政治家の皆さんがねこの水産物を食べたりだとかそれを写真に上げたりとかいろいろしてますけれども <laughs>、うん、まあまあこれそもそも論としては科学的にはねえという話ですよね。まああの科学的な話とかまあ中国側とはまた関係なくてですね。はい。えそもそも中国自体が日本の数倍する。 処理水の海洋放出やってますんでこれはもう純粋に中国側は何をしたいかというと、はい、日本にこういった、まあ、あプレッシャーを与えた時にどのぐらいまでは許してくれるのか、うん、またはどのぐらいだったら日本が、うん、え突っ張るのかっていうのをちょっと様子を見てるんだと思うんですね。ね反応を見ている感じですか、えー さらにあの本当にいい水産事業者の輸出を止めようとするのであれば香港を閉じるはずなんですよ。だけれどもこれ日本産の輸出香港についてはそんなにまだ厳しくなってないのでああんかやるぞやるぞみたいなね話は出てましたけれども。実際中国向けって一言で えー、言いがちなんですけれども、はいえー、圧倒的にやっぱり香港向けが多いので<ー>どの程度の本気かむしろこれはあの政治的なアピールであったり、うん、国内向けのアピールっていうところ中国国内向けのアピールっていう側面も強いと思います。うんうんうん ドさんいかがですかそうですね、まあ、基本的なスタンスとして、やっぱりその日本はあのしっかり自国の立場を理路整然と、はい、示していく必要があると思うんですよね、ですから、処理水の問題に関して言えば、科学的にも安心だと安全だというような基準っていう話が、前からも出ていてで、そこのもとで、えー、まあ適正にです、ね、その処理を進めていますっていうのが、これがまあ国際的にも認められた日本の立場でもあるし、私はそれは正しいと思うんです。だからまあそれに しのに対して、いやいや、違いますよと、そういう批判っていうのも当然あるのかもしれないけれども、ただ、あのそうしたものに対しては、いや、しっかりそうじゃないですっていうことを言っていく必要があると、であの貿易ルールみたいな観点で言えば、ですねまあそういう中で、その不当にこう輸出規制みたいな、輸入規制というのを出しているわけですから、やっぱりまあ WTO 提訴とか、そういったことも含めて、しっかり、はい 日本としては、毅然たる態度でやっていくべきだと思いますねまさにこういう経済的威圧に対して、連携して対処していきましょうねって、G7 の共同声明の中にも入ってましたよね、うん、そうですね、いや、ですから、まあ、よくね、あのまあ、分断化みたいな話があって、その国際的なルールを無視していろいろやろうみたいな動きっていうのが各国では広がってますけど、うん、日本はそういった状況を標榜していないっていうことを、しっかり あの言葉だけではなく行動で私は示していく必要があるんだと、はい、そう思ってますけど、ねうんまあ、そういうチャンスでもあるというと、ねうん、そうですね。 えー、一方で、まあ、この,、ね、あの処理水に関して野村農林水産大臣が汚染水と発言したことに関して、えー、メールやあーツイッターでも、ねえー、これに対しては、えー、批判もたくさん届いております、うんえー、ウグイスパンさん、荒川区59歳会社員の方アクセルとブレーキを踏み間違えたようなものでこれは大事故が起こる前に免許自主返納した方がいいんじゃないか <laughs>、えー、市原市の清美さん、45歳男性の方、うん、汚染水発言なんて一体どういうことだと、えー、漁業をされている人の気持ちが分かってないじゃないかと。えー 間違いじゃないんですよねというふうにもいただいております、うん、これ安倍政権だったら多分もう変えてますね、うん、いやもうなんというか一生懸命これまでやってきた政府の風評を加害対策についてなんかね、えー、ひっくり返すような発言ですよね <laughs>、うん、続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープ 関東大震災から100年政府が首都直下地震の被害想定をおよそ10年ぶりに見直しへ10万人を超える犠牲者を出した関東大震災は今日で発生から100年を迎えますそんな中政府は来年度首都直下地震の被害想定をおよそ10年ぶりに見直す方針を決めています 人的・建物被害の大半を占める大規模火災対策や急増するタワーマンション対策を重点的に検討するとのことです、えー。概算要求にこれを盛り込んで1年かけて被害想定と対策の基本計画をまとめる見通しということであります。うん まあこれ、都心に勤めていたりね、片岡さん、すると、そうですね、最近のやっぱりビルって耐震が非常に進んでいて、あ,ある意味、東日本大震災を経由して、ですね結構、対策が進んでるとはいえ、ですねまあとはいえ、東京のようなところで大規模な地震が起こったら、被害が大きくなるんでしょうね、うん。うん でその一方で今回今、はいあ、被害想定、改正するのは、やはり、まあ、耐震化率とか、うんえー、その他の対策、人口配置、うん、やっぱりこの10年で進んだ部分っていうのもあるんですね。ここれれを踏まえて、えー、じゃあこれから まあいつかどこかのタイミングで発生するであろう首都直下型地震への備えをどうしていくのかという時にですね私自身は一番重要な想定は 各会社の本社機能、はい、そしてもっと重要なのは行政政治の機能っていうのをしっかり東京以外にも持たせることだと、はいでえー、じゃあ東京に代わって、えー、一応断った時に、えーまあ、首都機能を果たすことができる都市ってのは日本のどこかって言ったら正直私大阪以外は誰も納得しないと思うんですね。これはあのかつて、えー、那須 福祉と構想とかあ、はいろいろありますけど、えー、まあ正直納得いかないんですよみんな、えー。となるとどうやって大阪と機能を分担していくのか、うん、という視点も持っていかないとまああの充実重要ですでもガッチガッチにどんなにまとめ、えー、守りを固めたところで災害っていうのは人の想定を あるる超えてくるんですねで、えー、そういう状況がありうるんだっていうのを踏まえた国土のの姿といいいうのを考えななきゃいけない何かねそういうことを言うとういやいやもっと対策をしろとか、はいえー、じゃああれかとあの東京はもう被害が出てもいいっていうのかっておっしゃる方いるんですけど。この なんていうかね負ける時のことを考えるなってなんか日本陸軍みたいになっちゃってますからそれじゃあ。<laughs> あのー 想定しておかないといけないと思うんですよね。うんうん、確かににそうですよね関してというのは本当これ止まらせるわけにいかないものでもあるしそうするとねどっかで指揮を取らなきゃならないと、うん、であの幸いなことに今まで東京でっていうのは関東大震災以来なかったというのはこれはちょっと 奇跡に近いような、まあもちろんね、単なる偶然だと思うんですよ、うん、私、本当に、まああのー、さっきの大戦の時のの、ね、大規模空襲というのはあったけれども、うん、それでも、ね、例えば国会自動だとかっっていううのは残ったわけでですすもんね、うんね、うん、そうなんですやはり、ですねこの日本のヘッドクォーター機能というのが、はい、ちょっと過度に東京に集中していると、うんうんで、この状況ってものすごく国土としては脆いんですね。うんうん 今日日はまあ防災のとということなんですけれども自然災害だけではなくテロ等まで含めて考えるとなおさらどうやって全部に全国に等しく分散するのは不可能だと。とするならどうやって東京大阪が分担していくのかうーん という視点がね、意外と人気ないんですよね。ああ、確かにそのまあ意思決定を,、うん、を滞らせないためにっていう発想ですよね。そうです。あの G7 の時に広島に行って時間があったんで、うん、広島城とかあの辺をちょっとこう取材しに行ったんですよ。はいはい、で、あの日清日露の戦争の時って広島に大本営を移して、あの時って議会も移してるんですよね。うんあ でそこで議会の審議をやっていたそうなんです。うんうん、というのは、戦費の調達と、そしてその執行っていうのを、うんうん、一応、その議会通さないとだめだよねっていう、あの当時はあの当時なりの、こうある程度の民主主義が機能をしていたので、それを現場に近いところでやるんだっていう発想だったと、うんうん、これ、明治政府の方がよっぽどフレキシブルじゃないかと。 うん,うん、まあ、合理的っていう意味で言うと、はい、やっぱり、まあ、今、その情報通信含めてですね。テクノロジーが進化してるので、えー、やっぱり、まあ、そういう部分っていうの、こう、いろんな意思決定に使うべきだと思うんですよね。ですから、まあ、企業の場合ですと、その、なんですかね、こう、まあ、会社さんによっては、その。 こう移転をするっていうことを明らかにしたくないケースっていうのもあると思うんですよ、<laughs> <ん>まあいろんなそのセキュリティ上の問題とか、はい、そういったところであると思うので、まあ、やっぱりそれはこしゃこしゃごとに、自分たちの事業を継続するために、やっぱり何かこうコンティジェンシープランみたいなものを作っておくっていうのは大事だと思うんですけど、まあ問題は、は政府ですよね、はい、ですから、例えば非常事態になったときに、インターネットとかを通じて、国会が開かれるようにするとか。えー まあ、そういうセキュリティとかインフラをどうするのかとか、うん、そういう問題も別途あると思いますうん、まあ、この緊急事態条項というものをどうするんだって、うん、憲法改正の議論の中でも、まあ、出てはスタック死を続けてますよね何かですね、まあ、戦後70年、えーはい、日本はありとあらゆる幸運に恵まれて、うんえー まあ、東京一極集中なのに問題が起きていないという変わった、まあ、非常にまあ幸運に恵まれた状況にあるとだけれどもそれは本当に偶然に過ぎないといつ我々の想定を超える自然災害が発生するのか、まあ、本当にそれはもう神のみぞ知る状況なのでそういうこともあるんだっていうのを前提にするこうやって日本のいろんな組織またはいろいろな政策がそうなんですけれども。うんうん まあ、うまくいかないこともある失敗することもあるミスることもあるっていうのを前提にした計画が必要だと思います、うんうんえー、スクープアップ関東大震災から100年というところ、まあ、その対策という部分をお話しいただきました。 あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK コージーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました飯田浩二の OK コージーアップ東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています 番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の現行化された記事など情報盛りだくさんですまた公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中ぜひチェックしてみてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが「夕刊富士」で毎週火曜日に連載中飯田浩二の「そこまで言うか」こちらもぜひご覧になってください 忙しい朝、そして移動中ニュースを少し深く知りたいときぜひ、AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト、YouTube でお楽しみください。